31日のハロウィーンを前に、熊本県阿蘇市の動物園では、ハロウィーンの仮装をした子熊が観光客に愛らしい姿を見せています。続きを読む。およそ150頭の熊を飼育している阿蘇市の動物園、阿蘇カドリードミニオンでは、2歳になる前の子熊と触れ合うことができ、今月31日までは子熊がハロウィーンの仮装をして登場します。28日は今年2月に生まれたツキノワグマの子熊でオスの広大くんがカボチャの帽子と顔のついたカボチャの衣装を着て登場し、観光客の膝に乗ったりおやつを食べたりして愛らしい姿を見せていました。飼育員によりますと、広大くんは身長が80センチ、体重が15キロでおやつをよく食べ、すくすくと育っているということです。2歳の男の子は、ふわふわしていて可愛かった、と話していました。また、宮崎県から来たという20代の女性は、抱っこしたら我が子のように可愛くて、連れて帰りたくなりました、と話していました。動物園によりますと、触れ合いは1日2回午前11時半と午後2時半に行われていて、31日まではハロウィーンの衣装で、来月3日からはクリスマスの衣装で登場する予定だということです。